樋口海斗選手です。ようこそお越しくださいました。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。ご存知、東京の樋口三兄弟の三男です。はい、はい、頑張ってます。頑張ってます。113期。はい、どうですか最近は。そうですね、ちょっと、まあ、特進失敗した後7社に切り替わってから、まあ、自分の中でこういろいろ練習方法だったりいろいろ変えてはいるんですけど、まあ、そこが今ちょっと、うまく自分の中で噛み合ってないのかなっていう感じがありますね。はい、いろいろ模索中という感じですか今。そうですね、はい。まあ、でもマイナスに考えるというよりは、まあ、本当にいい方向に、どうやったらなんていうんですかね、もう一段階上に行けるかなってところを、まあ、模索してますね。はい、練習の仕方はコロナでレースが中止になった間に変わってきました？まあ、練習内容自体はそんなに変わってないですね。今誰とどこでどんな練習？はい、まあ、朝今原則さんとか、内藤さんとか、元選手の大浜さんに、朝今6時半とかからバイク引いてもらって、まあ、その後西武園で練習やるんで、平原さんとか宿口洋一さんとか、笠松さんとか、埼玉メンバーとか時間空いた時に一緒にやらせてもらったり、練習環境としては本当に充実してますね。はい、いいですね。そうですね、はい、もう先輩方強い方たくさんいらっしゃるから得るものいっぱいあるでしょう。そうですね、はい。何かアドバイス、特にこの言葉が残ってるとかありますか？そうですね、まあ、本当に、まあ、平原さんとかよくいろいろ、教えてもらうんですけど、とりあえずもうやってみて自分でその中で考えていくっていうことが大事だね。ですよね。はい、とりあえずやってみなって言いますね。はい、だってもう今全てがもう吸収することばっかりでしょ。そうですね、はい、もうその中で、まあ、自分にどういうものが合ってるのかなというのを探してます。はい、練習ばっかりやってるんですか？そうですね、あんま遊びはあんまそうですねないですね今。お若いのに。はい、本当に。そうですね。そんなに競輪が好き？競輪好きですね。あら、はい、いいじゃないですか。好きなことがずっとできるなんて。そうですね、まあ、その中でなんかやっぱこううまくいかない時とかは本当に、なんていうんですかね、落ち込む、こうなんていうんですかね、こうもやもやするっていうか、そうですね。そういう時どうやって落ち込みはしないですけど、やっぱこう、うまくいかないなって気持ちになります。そういう時は何かストレス発散方法とか？ストレス、最近ちょっとサウナほうにちょっとハマりだして、人気の、はい、サウナとか、あと散髪行ってちょっと、今日も決まってますもんね。ありがとうございます。散髪行って、お風呂、サウナとか入ってすっきりって感じですね。はい、気持ちいいでしょ、サウナで汗いっぱいかいて。そうですね、はい、ね、レースとか練習の汗とはまた違う。はい、全然、はい、また汗をかいた後は何を召し上がるんですか？いやでも全然、はい、水です。あ、水です。あれ、お酒とかってあんまり飲まない？そうですね、ちょっとお酒も全然飲まないですね。月に、に飲んで2回とか、はい、それなのになんかこの前、健康診断の結果みたいなの見て、尿酸値の数値がめっちゃ高くて。なんでだろう、なんで？いやなんか最近なんか、足の指の関節ちょっと痛くて、あれひょっとして、みたいな、これやばい、もしかして痛風じゃねえのみたいな。お酒飲んでないのに。飲んでないですけど、なんかやっぱこう選手、無酸素運動とかいっぱいすると、そのなんか尿酸値の数値とかも上げやすいみたいな聞いて、お前それ痛風だよみたいな、先輩に。まさかだね。はい、そんなことあるんですけど。じゃあ食事面とかも気にしないといけないのかな？食事は、そうですね、相当今気にしてやってるんですけど、いろいろ食べ物気をつけてます？はい、そうですね。自分で料理したりするの？自分で料理は、そばぐらいですね。そば茹でて食べる。茹でて食べるくらいなんですけど。健康面、管理面はどうなったの？全部今実家なんですけど。お母様は、もうそこはありがたいね。ありがたいですね、本当に。じゃあお母様のためにも頑張らないと。もちろん全国の皆さんも、樋口海斗選手ファンたくさんいると思うんで、来月10月28日から
この立川で F1 戦走りますね、はい、では意気込みをお願いします。はい、30検査で次が伊藤なんですけど、うん、まあ、その後ちょっと空いて立川なんで、はい、まあ、次の伊藤頑張って、まあ、その間の期間、まあ、しっかり調整して いい結果出せるように、頑張ります、うん、はい、応援よろしくお願いします。立川でも先行勝負ね。そうですね、はい、頑張ります、うん、見せてくださいね、はい、はい、113期樋口海人選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。